2007年秋に発表され、12月から発売開始となった R35 型日産 GT-R。 このデビューを受け、2008年1月、日本国内最大人気の GT レースであるスーパー GT シリーズにも、2008年シーズンから GT500 クラスに GT-R が参戦することが発表された。特別に2009年からの車両規定を先取りして開発されたこの GT-R は、パイプフレームと元々のキャビンの一部からなるメインシャシーに、ベース車両のルーフやピラーなどを取り付けるという構造を持った。このためフロントフェイスやルーフの流れなどに GT-R らしさは残されているが、ノーマルの GT-R とは大きくかけ離れた雰囲気を放つルックスを持つ。エンジンはそれまでスーパー GT を戦っていたフェアレディ Z からのキャリーオーバーとなる VK45DE をベースにした V 型8気筒 4.5 リットルで、最高出力は500馬力以上とだけ発表されていた。また R34 型スカイライン GT-R で全日本 GT 選手権に出場していた時と同じく、駆動は 4WD から FR に変更されている。日産ワークスマシンの筆頭といえるゼッケン23番ニスモからのエントリーとなる本山聡とブノワ・トレルイエがドライブするザナビーニスモ GT-R は、デビューイヤーながら開幕戦から圧倒的な速さを見せて、いきなり2連勝シーズンでは合計3勝を挙げ、2008年のドライバーズタイトルを見事に獲得した。スーパー GT には5台の GT-R が参戦し、開幕戦の鈴鹿ではワンツーフィニッシュ、最終的に年間全9戦中で7勝を挙げるという快挙を成し遂げ、ファンの期待に応えたが、その実績の半分近くはザナビーニスモ GT-R によるものだった。